外国で物を売るには自分の国の通貨安い方がいいわけですよ、うん、円高にするための介入っていうのはね、介入としては珍しいんですよね。過度の円高によって日本経済がものすごく苦しめられてきたと、ものすごい重い荷物をハンディを背負わされて、お前走れって言われてるのと一緒なんですよね、うん、今ね日本経済を支えている非常に前向きの力、追い風っていうのは何かって言ったら円安なんですよ、はい、うん、先生今日もお疲れ様です。はい、どうも。今日のテーマはですね、うん、今話題の円安問題、うん、まあ、円安問題からちょっとさらに派生して、まあ、当局の介入について先生にお伺いしたいと思っております、うんうん、はい、で、ちょっと私知識がなくて大変恐縮なんですけれども、うんうん、はい、そもそも介入、うん、まあ、日銀の介入っていうのは何をどうしているのですか、まあ、どういう仕組みで介入すると円高に触れているのかなっていうのをまずお聞きしたいです。これは物と一緒ですから、通貨も、はい、ドルを売って円を買うと、円を高くしたいわけですよ、うん、円があんまり安くなっちゃ困るというふうに日銀と財務省は考えてるわけね、はい、ですから、市場で物を買えばリンゴでもみかんでもさ、それ物不足になってそれが高くなるじゃないですか、はい、それだから円を買うと、うんうん、で対価としてはだからドルを売って円を買うと、でドルがいっぱい市場に出てきますから、ドルは安くなり円は逆に強くなるという、まあその市場でに対して介入するということですね。普段は政府は売り買いはしないわけですから、はい、だから介入と、なるほど、インターベンションというわけです。これはよくあることなんですか、介入っていうのは。まあ、よくありますね。毎日あるっていう意味じゃなくて、はい、市場が非常にその急激に動くという時は、これはまあその表向きのレジティマシーっていうかな、口実としてはね、はい、正当性としては輸入業者とか輸出業者っていうのはあんまり急に為替相場動くと困りますよね、うん、この間まで120円だったのが140円になっちゃったとかね、うん、そしたらその経営計画も立たないじゃないですか、はい、うん、だからその意味で今一応その世界の主要国の間ね、先進国の間では、まあ、為替は実態に任せる、マーケットに任せるっていうのが基本なんですよ、はい、だけれども急激な変化っていうのは望ましくないよねっていうのがコンセンサスで、うんうん、その時は緊急事態として介入もありという、うん、まあ、そういうコンセンサスがあるわけです、うん、はい、でその線で今動いてるわけね。なるほど、うん、日本も過去にも、まあ、介入は何度も行って、うん、何度もやってますよ、何度もやってます、うん、昔は1ドル360円で固定相場制だったから、それはなかったわけですけれども、はい、で本当のことを言うと日本が戦争を負けた直後っていうのは表向きのレートは1ドル360円だけど、実際上アメリカ軍がまだ日本占領してる頃、はい、1ドル500円の時代もあったんですよね、それだけ円が弱かったと、はい、いうことですよね。それでまあ日本が経済大国になりしたがってどんどん強くなっていって、360円じゃね、アメリカの方としちゃねやっていけないと、っていうのは日本の輸出がすごく強くなっちゃうんですよ、うん、日本の製品がアメリカで安いから、だって円をもっと高くしろよ、はい、そうなりますね、それでもって、うん、まあ、フロートっていうか固定相場制じゃなくて、まあ、自由に決まる相場制に徐々に移っていったと、うん、いうことなんですね。直近だといつ、うん、大きな介入はしてたんですか。22年の9月10月やってます、はい、うん、この時もこれは円が急に弱くなりすぎちゃってるっていうんで、円を強くするためにやってる。円高に、ところがね、その円高にするための介入っていうのはね、これはその介入としては珍しいんですよね。あ、そうなんですか。っていうのは先ほど言ったように、うん、輸出輸入のことを考えると輸出が増えた方がどの国もいいわけですよ。ただ日本のこと考えればいいけど、製造業でね、トヨタが日産が自動車作っていっぱい向こうで売れた方がいいでしょう、はい、そしたら雇用も良くなる、うん、ね、お金もいっぱい入ってくる、経済成長になる、みんなの賃金も上がるってことになるわけです。ですから外国で物を売るには自分の国の通貨安い方がいいわけですよ、うん、そうですね、ですから1ドル360円の時代は すごく日本は貿易黒字をどん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 溜め込んでいったわけですし、はい、1985年の9月にプラザ合意っていうのがあって、はい、ドルが高すぎるよねと、だからアメリカ経済すごい困ってたんです、レーガンさんの頃だけど、はい、それでヨーロッパと日本にも頼んでみんなで協調介入してドルをみんな売ってくれと、でドルを安くして、でアメリカ経済がそれで救われたんです、うん、レーガノミクスって言ってそれなりにうまくいったんだけど、レーガノミクスの隠れた要素っていうのはドル安にしたことなんですよ。おー、ドル安、これサッチャーさんもそうなんですね。サッチャーさんで経済ちょっとイギリスが復活しました。これもね、ポンドを安に持ってったんですね。
ですから国の経済を良くするためには通貨を安くする方が得なんですよ、はい、経済競争の中でね、はい、そしたら国の失業率も下がるしいいんですね。逆に言うと自分の国の通貨を安くするってことは外国で失業を生むわけですよ。そうです ね、アメリカの自動車会社が日本の自動車会社との競争に負けちゃうわけだから、はい、だからみんな嫌がるわけです、はい、ですから国を助けようと思ったら自分の国の通貨を安くするために介入するってことは あるんだけど、強くするってことどういうこと自分の国の産業にとっては不利なことですよ、はい、そうですね、輸出するだから珍しいんですよ、これこういうことやるのは。あまりに急に、まあ、今の政府の側からするとあまりに急に円安が進んでいると、はい、これは投機的であってスムーズな経済の運営に望ましくないと、うん、それからもう一つ直接的にはあんまり円安になると輸入インフレになっちゃいますから。そうです、ね、日本は石油とか食料とかいっぱい買ってますよね、はい、ですからそのためにも是正したいということで介入ということになったわけです。ありがとうございます、はい、今回のこの介入の、うん、まあ、意味は、まあ、どういうものがあるんですか、うん、でそれは先ほど言ったように、はい、まあスムーズアウトするっていうか、うん、最近はね、アルゴリズム取引とかプログラム取引とか、はい、それから高頻度取引とかいうもの、これ株式でもありますけど為替でもやりますから、はい、すると相場が一つの方向に動くとものすごく増幅されちゃうわけですね。うん、なるほど、それで儲けようという、はい、そういう、まあ、投機的な資本というのがものすごく動いてますから、うん、そういったことで、その実態以上に相場をかき回されたくないということで、はい、お灸を据えるという意味もあって政府が介入してきてると。なるほど、いうことですね。しかし、まあ、はっきり言うとね、まあ、無駄なんですよね。はい、無駄というかその時間稼ぎするだけで最終的には相場で決まってくる、はい、で投機資本だってバカじゃないですから、ある理由があって、うん、一定の方向にその博打を打ってくるわけです、うん、投機をしてくるわけなんで、僕はもう構造的に今の日本は円安の条件が整ってるんで、はい、政府が介入しても、まあ、すぐ元に戻っちゃうんですね、うんうん、ただあんまり極端なことをやってると政府が入ってきて勝手なそういう投機的な金儲けはさせないよというちょっとお給を据えるぐらいのその程度の意味しかないと思います。まあ、財務省 と、うん、日銀はどこをゴールにしてるんですか。140円台くらい戻したいっていうのはゴールなんですか。いや具体的なゴールはないと思いますね。っていうのは建前的に言うとゴールがあっちゃいけない。ある一定の為替相場以上になったら介入しますよとか、はい、以下になったら介入しますよってことは建前上言えないんですよ、うん、今先進国の間では少なくとも、ただ急激な変化が起きたとき、はい、急激な変化が起きたときはそれは介入しますよということですから、急激な変化が起きるかどうかっていうことが介入の正当性なんです、うん、だから一定の為替水準に合わせた介入ではないんです。なるほど、なるほど、まあ、でも今はちょっと円高にしてインフレが国内で再燃してしまうと、はい、本当の意味で日本国内経験がいいわけじゃありませんから、はい、みんな困る。そうすると政治的にもですね、岸田政権もですね、はい、ますます人気がなくなるし、はい、うん、というような程度の頭でやってるんだと思います。うん、うん、ちょっとまあ今聞いててちょっと分かっちゃうところもあったんですけれども、うん、まあ、今回の介入先生から言わせてみると、うん、まあ、どのように評価されていますか。まあ、こんなことやってるなと思います。先ほど言ったように、はい、今ね日本経済を支えている非常に前向きの力、追い風っていうのは何かって言ったら円安なんですよ、はい、うん、もう岸田さんが増税マンですからね、増税する、はい、まあ、実際上の増税、増税という名前じゃない増税ずいぶんしてますよね、はい、ですからそういったこともあって、ね、苦しいんですけど、これ支えている非常にいい条件というのはですね、円安なんですよ、うん、円安になったらですね、日本の製造業、輸出をいっぱいやっている製造業はですね、まあ、実際景気が良くなっている、もう良くなっているんですね、はい、相当利益が上がってきています、うん、まあ、皆さんの給料が上がって、あ、豊かになったなという実感まではないと思うけども、まあ、大企業ですね、こういうところの利益は ものすごく上がってきています、うんうん、ですからそれをやめるっていうのはね、バカな話なんで、うんうん、なんでやめるんですかと、もっと円安になったら僕はいいと思いますよ。そうですよね、うん、まあ、その一見こう輸入インフレで物が高くなっているじゃないか、うん、ガソリンがどんどん高くなっている、物が高いってなるんですけど、まあ、それ以上にいいことが多いということですよね、うんうん、いいことは言ったらプラマイ両方ありますからね、はい、まあ、日本のような国の場合はプラスが全然大きい、うん、
わけです。だからあの日本のような国はやっぱり通貨を安くしておきたい、はい、別の言い方をしましょう、過去30年日本経済は成長しなかったという、うん、これはですね非常に過度の円高によって日本経済がものすごく苦しめられてきたと、うん、ものすごい重い荷物をハンディを背負わされてお前走れって言われてるのと一緒なんですよね、うん、でその荷物ようやく下ろせるようになったんですよ、うん、これは下ろした方がいいんじゃないですか、うんうん、売っても売っても売れない、まあ、お金が入らないという時期が続いたってことですね。そう、それだけ輸入するものはね円高だとすごく安くなっちゃって、はい、これがデフレを生んじゃったわけですよね、はい、うん、あの100円だったもの120円だったものが100円で買える、それが80円になる、それに従って賃金なんかも全部引き下げられていく、はい、いわゆるそのデフレですよ ね、 すね、はい、デフレ不況だったんですよ、うん、こういったものを脱するね非常にいいチャンスだと思いますね、うんうん、まあ、今ですね、まあ、当局が介入したんですけれども、うん、まあ、今すごい振れ幅大きいですね、うんうん、あの今後の、まあ、長期的なシナリオ、うん、円安っていうのは今後どうなるのか、先生どのように予測されていますか。これはもう、円安はますます進みます。ますます進む、進みます、うん、私は180円、1ドル180円、180円、という数字を見ると思いますね。1ドル160円のところは今のところ当局が守りたい壁みたいな感じなんですけども、はい、まあ、これ150円の壁も容易に突破しましたし、160円の壁も突破すると思います、はい、今日は時間がないのでお話しできませんけども、構造的な理由があるんで、うん、それは変えられないですからね、うん、それから日銀が取っている政策、それから財務省が取っている政策からしてですね、これは円安はどんどん進むと思います、うん、そうするとこの2年ぐらいの間にですね、2025年末ぐらいまでの間に1ドル180円という数字を見るんじゃないかと、うん、あるいは180円がすぐ近いねと、はい、175円までいったら180円もうすぐだねっていうぐらいの相場になると思いますね。だから円安は今後とも続く、はい、じゃあもう1ドル120円130円はもう見れない、当面の間ないですね、当面の間ないですね、それは150円を切ることもこの 2,3 年はないんじゃないでしょうか、はい、ありがとうございます、まあ、それを踏まえて今私たちが取るべき行動というか、どういうことを意識して生きていけばいいのかなっていうのが、いやですからね、これは、まあ、はい、その資金の余裕のある人はね、投資ということを考えると、はい、ドル建て資産は今後どんどん増え我々にとって得になるということですよね、うん、だから円に換算した場合、例えば1ドルのものが買って100円だったものが円に戻せば150円だ、そうですね、160円だという時代なんですから、はいはい、100万円が160万円になるということですから、うん、ドルとしては一緒なんですよ、はい、だからドル建ての資産、アメリカの株とか持っていれば円に戻した時に資産価値がものすごく増えていると、うんうん、いうことですから、対米優良株の投資というようなことは大いに生きるし、うん、からドルを持ってるだけでもね、はい、これは儲かるわけですよね、はい、でドルの方が金利高いですから、うん、それでもってそれを円に戻したらすごく得だよと、だからドル定期預金持ってるだけでもですね、相当得すると思います。うん、じゃあ、まあ今円安で、まあ、ちょっと海外に行けないであったりとか、うん、まあ、ちょっと輸入商品が高いであったりということはあるんですけれども、うん、まあ、時期景気も良くなっていって、うん、少しずつ少しずつ変わる、相対としては日本の景気が良くなりますから、はい、日本国全体にプラス、はい、ただ岸田さんみたいに増税増税やってるそのプラス分を相殺してしまいますからね、はい、怖いところなんですけどね、はい、それからまあ海外旅行には行きにくくなるけれども、はい、いいんじゃないですか、国内でみんな旅行してお金落とせば、まあ、そうですよね、国内にも素晴らしい場所いっぱいありますからね、うん、で僕はその、まあ、インバウンドなんてあんまり期待しない方がいいと思うけど、でも実際日本が安いんで、はい、外国人観光客の数すごく増えてて、ね、増えてるだけじゃなくて日本で落とすお金が増えてるんですよ、うん、ですから、その日本で例えば 1万5000円のディナーといったら高いなって感じですけど、アメリカ人で100ドルのディナーったら、あ、日本のこれだけのクオリティのものだって安いね、手頃になるんですね、うん、というだから向こうの人が、まあ、財布の紐がこっち来て緩むわけですよね、うんうん、それでみんな本国に帰ってくるんですから、日本に来てる時いっぱいお金を落としてもらえるんだから、うん、それはそっちの産業はプラスですよね、うん、まあ、観光公害なんてのもありますけどね、これだって、まあ、プラス面とマイナス面両方ありますけども、インバウンドで日本でいっぱいお金使ってもらうっていうのは要するに日本の製品が安い、日本のサービスが安いってことですから、だから輸出が増えるのと、まあ、意味は同じですね、はい、うんうん、先生今日は
大変有意義な話どうもありがとうございました。こちらこそ。今後も YouTube の方ショートもロングもやっていきますので、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。内容は良かったと考えてくださる方はぜひ高評価ボタンの方もお願いをいたします。それからコメントも求めておりますので、また質問ですね、こんな質問あの藤井元気にしてみたいという方があったらどんどん寄せてください。こちらもどんどん答えます。ショートでもロングでも答えます。